荷物が届いてます。セーバーのゴーグルスを僕が使わせてもらってる。はい、セーバー読めんのかな。ここにのレンズだったりしてすごく調子いいんですよ。でまあこれベーシックなモデルで、ちょっとこれ特別仕様にベルトになってて、まあ、去年一昨年かなぐらいから使ってるんだけど、僕は一度もこれで外れたことないです。すげえ調子いい。グローブしてても外すときはスライドして、つけるときはもうギリでつく。このゴーグルを見てくれてる人にちょっとプレゼントしようと思います。でまあただ単に「はい、じゃあこれあげます」って言ってもちょっと面白くないなと思ったので、これでセーバーで、サブレじゃない、セーバーでこれをちょっとペイントしよっかなと。僕がペイントをしてこの2つ、それをプレゼントしようかと思います。ペイントはまあ何も決めてないんだけど、とりあえずどんなゴーグルか、モデル名がこれアシットライダーで、価格はまあ多分レンズとかによるんだけど、まあ10,000円、12,000円とかで、まあ僕そのセーバーっていうゴーグルの中で一番使ってるのがこのフレームあるモデルで、まあフレームレスとかもあるんだけど、結構ねやっぱフレームあるのが僕は好きなんでこれを使ってます。そう、なんで今回ペイントしようかなと思ったのかっていうと、実はセイバーって基本フレームの色がこの白と黒しかないんです。でも実はこれちょっと意味があるらしく、まあ実際手に取ってみないと分かんない、マットなんだよね色がテカテカってよりも。で実はこれペイントができるようにもなってるっていう、なんか仕様的な感じなんで、せっかくならペイントしようかなと思って、それをまあ世界に一つだけになるし、ちょっとプレゼントしようかなと。今日は第一弾ってことで、前にねインスタの投票で白と黒どっちが好きかっつったら、なんか何色のゴーグルが好きだっけな、結構圧倒的に白が多かったんで、白のこのゴーグルを今日はちょっとペイントしていきたいと思います。はい、まあ、まずはベルト外して、まあゴーグルの種類とかにもよると思うんだけど、こう、まあ、ベルトをこう中側に入れていくと、こうやって中から出てきて、このゴーグルはここにピンがある。これを外すとこっから逆もこうやってピンがあるので、これを外すとちょっと引っ張ると抜ける。はい、でまあ、レンズを外します。はい、外しました。最初にこのマスキングテープを使って、このスポンジの部分を隠していこうと思います。多分ねカッターこういうのあると楽だと思うんで、一応用意しておきます。
今こうマスキングしてたんですけど、マスキングしながらちょっとなんとなくこんなペイントしようかなとかって思いついたんで、ちょっとそれをもうマスキングを使ったペイントになるんで、それ仕様に変えていこうと思います。はい、こんな感じでマスキングしました。マスキングが超大変だった。結構ね良かったな、この細くて普通の細いやつを使って細かく貼っていく方が楽だったね。さて、じゃあこれからこいつをちょっとペイントしていこうかなと思います。ではどんな感じになるのかやっていきたいと思います。ちゃんと手袋してね。はい、それじゃあね、スプレーこんな感じに塗りました。これから剥がしていってみようと思います。どんな風になってるのか俺もわからない。はい、完成しました。どうだろう、レンズとかをつけて。はい、完成。どうするかな。こんな感じにペイントしてみました。ちょっとね、マスキングのあれでこうスポンジ剥がれたっていうか、ちょっとマスキング側にくっついちゃって取れちゃったんだけど、まあちょっともう一個ねゴーグルあるから、ちょっとこっちはもうちょいこのスポンジ周りを気にしながらやってみようかなと思うんだけど、とりあえず一つ完成しましたので、こちらをまあなんかプレゼント企画として やります。でまあどうしようかな、ちょっと何も今思いつかないんで、僕のインスタグラムか何か応募方法等を考えて発表するので、はい、まあこの動画出る時には何かしらの方法で、はい、抽選等やって1名様にこのゴーグルをプレゼントしたいと思います。